ベストランは、ノルウェー南部の大西洋に面する地域である。ムーレオ・ロムスダール県、ソグンオ・フィオーラネ県、ホルダラン県、ローガラン県からなる。2014年、の人口は約138.5万人。最大都市は、ベルゲンで、2番目は、スタバンゲルである。アグデル、ニシテレマルク、ハリングダル、バルドレス、グドブランド谷北部が含まれることがある。この地域は、 デンマークやフェロー諸島、アイスランドと歴史的に深いつながりを持つ。オランダやイギリスの影響も受けている。例えば、アイスランド馬とフヨルド馬は近い種類である。また、アイスランド語とノルウェー方言も近い。この地位から多くの移民がアメリカやカナダ、アイスランド、フェロー諸島、イギリスに渡った。特にアメリカのミネソタ州や北ダコタ州、ウィスコンシン州、 モンタナ州、南ダコタ州に多い。アイスランド人やフェロー人、ブリテン諸島の多くの人は、バイキング時代に西部地域から移住したノース人やバイキングの子孫である。一方で、16世紀から17世紀に貿易のために移住したオランダ人やドイツ人も、西部地域、特にベルゲンに何千人と住んでいる。西部地域は、失業率、犯罪率、公共セクター、 生活保護受給者の割合が最低である。ノルウェーの最も機能的な地域と捉えられている。ノルウェーの歴史は西部地域のローガラン県で始まった。約1万年前、最終表記が終わった頃の洞窟壁画が残っている。また、石器時代の道具も発掘された。最古の集落はランダベルグやモルタビカの近くで発見された。人類は、 デンマークとイングランドの間の北海にあったドッカーランドから来たと考えられている。ドッカーランドはその後の海水面上昇に伴って消滅し、そこに住んでいた人類の一部が今より小さかったノルウェー海溝を越え、鹿を追って新天地に到達した。セルジャアッペイはソグンオフィオーラネ県のセルジにあるベネディクト海が建てた修道院である。 マルマンゲルヌテンさんから望むバロニーロセンダル。スカンジナビア最小の城とも呼ばれる。793年、バイキングがイングランドのノーサンバーランドのリンディスファーン島を襲撃したのが最古のバイキングの記録である。900年頃、多くのグラティングが設置された。グラティングポーによってノルウェーは西欧と認められた。1000年以前、鉄が導入され。 農業に用いられた結果、農地が足りなくなった。同時代、王の権力が増し、多くの住民が重い勢から逃れ、新天地を目指した。効率的な船と兵器によって、バイキングはヨーロッパを恐れさせた。バイキングはヨーロッパだけでなく、東ローマ帝国やバグダットのイスラム帝国とも、貿易を行った。1066年、イングランドで起きたスタンフォードブリッジの戦いで、 バイキング時代は終わった。バイキングの対抗性と放浪癖の結果、新しい地域が開発された。ノルウェー人はアイスランドやフェロー諸島、グリーンランド、セトランド諸島、オークニー諸島、マンシマ、ヘブリディーズ諸島に入植した。アイルランド南東部でダブリーンやウォーターフォード、ウェックスフォードが設置された。イングランド北西部のカンブリアにも入植した。 ビンランドをコロンブスより何百年も前に、ノルウェー人バイキングは発見していた。995年に建てられたモステルのゴンラ・キルキュー。ノルウェー最古の教会の一つ。オーラブ一世が建てたと世界の間に記録されている。11世紀、キリスト教はノルウェーで支配的な位置を得た。東部地域にはドイツやフリースラント州からキリスト教が伝わったが、西部地域には イングランドやスコットランド、アイルランド人、回収したバイキングから伝わった。13世紀、キリスト教が西部地域を制覇したことで、ノース教は滅びた。沿岸部から内陸部に向けて、布教は進んだ。代表的なノルウェー系アメリカ人には、マリリン・モンロー、ウォルター・モンデール、ミシェル・バックマンがいる。12世紀に書かれた。 ランドネマバに最初の入植者が詳しく書かれている。西部地域の船乗りが偶然この島を発見し、その後、インゴールブルアルナルソンが最初に入植したと言われている。彼は874年に家族と共にアイスランドに到着し、独立した。彼は現在の首都のレイキャビックに農場を建てた。続く60年間でスカンジナビアのバイキングや、 ブリテン諸島のノース人が入植した。そのため初期の住民はケルト文化を持っていた。彼らは考古学的証拠をあまり残さなかったが、アイスランド語の中に多くの故郷の言葉を残していった。現在のアイスランド人の60%は西部地域出身者の子孫であると推定されている。ノルウェーからの移民100周年を記念したバイキング戦を描いた。 アメリカの切手80万人以上のノルウェー人がアメリカに移住した。1825年7月4日、最初の移民団がスタバンゲルを出港した。1837年、ホルダラン県の移民を乗せたイージア号がベルゲンから初めて出港した。1924年までにホルダラン県とソグンをフィオーラネ県から出港した9.6万人の名簿が残っている。 ヤヌ・サジャーソンが記録作成に大きく貢献した。1997年、彼は収集物を公式に開館したばかりの移民センターに寄付した。ベルゲン大学とベルゲン公文書館の HP でその記録が見られる。センターの移民協会は19世紀にノルウェーからの移民が建てたサージェント軍のブランプトンルテラン協会である。1908年7月1日、 ブランプトン会が結成された。1996年6月22日、ブランプトン会は、ブランプトンリュテラン協会を移民センターに寄付した。協会は解体され、スレッタで、ラドイからの融資が組み立てた。1997年7月6日、ビョルグビン、広塚佐教区のオーレ・ドンホルト・ヘイグセザー司教が、責任者となった。 ムーレオロムスダール県のロムスダール地区のサンドイ市のオナジマ、ローガラン県のジャレン地区の砂浜、フルンゲーン山脈ローガラン県のフォルサンド市のプレーケストレン、標高604メートルの一枚岩、西部地域の面積は58,512平方キロメートルで3番目に大きい。イギリスとフェロー諸島が北海の西側、デンマークが南側に位置する。 フェロー諸島から 675km、セトランド諸島のウンストから 300km 離れている。26,592km の海岸線を持つ。西部地域の南部は、ジャレンと呼ばれ、ノルウェーの主要農業地域である。ジャレン以外の西部地域の農地は小さい。西部地域全体の農地は2,650平方キロメートルで、面積の5.3%を占める。 西部地域には高い山が多く、標高2000メートルを超えるソグネフィヨルドから10キロメートルも離れていない。最高地点は標高2405メートルのストレンである。これはルステル市とアルダル市の間にある。1876年7月21日にウィリアム・セシル・スリングスバイが初登頂した。西部地域にはフィヨルドが多く、ハルダンゲルフィヨルド、ボクナフィヨルド、 ソグネフィヨルドがある。ソグネフィヨルドはノルウェー最長で世界でもグリーンランドのスコレスビーサウンドに次いで長い。ソグネフィヨルドは 205km 伸び、最後にはソグンオフィオーラネ県のスキョルデン村がある。ハルダンゲルフィヨルドは内陸に 70km 切り込んでいる。フィヨルドと壮大な山脈によって西部地域は人気の観光地になった。 最南部のジャレン平野を除いて、西部地域は山岳地域で、ヨトゥン平面山脈とハルダンゲル平野が最高地点で、ある。ヨーロッパ最大のヨステガール氷河は、西部地域の中北部に位置する。南部には小規模だがハルダンゲルコーリボーやホルゲホンナ、氷河がある。多くの滝が、フィヨルドに流れ込む。七姉妹滝や、トカ共国、ボリングス滝が、 特に美しいと知られている。ギザギザの海岸線と何千もの島々が広がっている。ムーレオロムスダール県北部はトロンデラグに含まれることがある。ハルダンゲルビタ国立公園内陸の谷は冬には雪に覆われる。ハルダンゲルビタの風景エイドフィヨルドのボリングス、滝北海のノルウェーの領域のトロールガスデン。ベルゲンの北西1 0 0トル。 ペドジェの西 50km に位置する。ローガラン県サンドネス市の高速道路ベルゲンのストランドガテン商店街2位の宿の父、イーバルオーセンは南モレのオルスタ出身。ノルウェーの2位の宿使用者の87%が西部地域に住んでいる。しかし、住民の56%は都市で優勢なブークモールを用いる。大都市のないグンオフィオーラネ県では97%が 2位の宿を用いる。ムーレオロムスダール県では54%、ホルダラン県では42%、ローガラン県では26%が2位の宿を用いる。ウンドレダルスタベ境会多くの点で、2位の宿は、ブークモールよりアイスランド語に近い。他の地域よりも信仰が深い。西部地域の伝統的芋入りフラットブレッド、レフセベルゲンの伝統的シナモンロールウルネススタベ、 協会ブルーディ・フォードン・アイ・ハードンガー沿岸部では、カーフェリーが活躍する。西部地域には26の空港がある。15が、国営、11が、国営アバナー航空が運営している。そのうち2つの空港は年間利用者数が100万人を超える。2007年には4,108万9,675人が、ノルウェーの空港を利用したが、 そのうち1339万7458人が国際便である。1960年代に地方路線が始まった。主に大都市まで遠い祖軍をフィオーラネ県で用いられる。主要路線はベルゲンではケーブルカーと LRT が運行している。LRT を北ジャレンまで伸ばす計画もある。欧州自動車道路の E39 号線が 西部地域を南北に貫く。E16 号線はベルゲンとオスロを結び、途中のラルダールトンネルは世界最長である。国道、県道はノルウェー公営道路局が管理する。MS ミドナツル号、フルティングル電車の水上特急フィヨルドや島では自動車よりも高速線、水上バスが多く用いられる。2007年にはノルウェー全体で800万人の乗客が、 合計2.73億キロメートルを船で移動した。フルティングルテンは、ベルゲン、キルケネスを大型船で結び、途中35カ所の港による。国際船は、ベルゲンや、スタバンゲルから、イギリスやデンマークに向かう。ノルウェーの大陸方で生産される石油や天然ガスは、パイプラインを通して、本土やヨーロッパ諸国に送られる。 総延長は9 4 8 1トルである。国営のガス湖社がすべてのパイプラインを制御している。2006年にはヨーロッパの消費量の15%にあたる880億立方メートルが輸送された。西部地域には22の市、町がある。人口が1万人以上であるのは次の11市。ベルゲン、27.8万人。スタヴァンゲル、13万人。 サンドネス、7.5万人、オーレスン、4.5万人、ハウゲスン、3.7万人、モルデ、2.6万人、クリスチャンスン、2.4万人、ストロド、1.8万人、エイガーさん、1.3万人、フォード、1.3万人、ブライン、1.2万人、オーレンツ・バンガンとフロムの風景歴史的地域区分は、現在の行政区画とはあまり重ならない。 北から南に並べると次のようになる。ありがとうございます。